はようございます。朝です。そして外です。 iPhone 15 Pro を使ってだいたい2日が経ったんで、今日はその時点でのレビューということでやっていきたいと思います。部屋がですね、かなり埃っぽくて、今外に来てます。サブ2日間使ってみた感覚としてはですね、とりあえず思った以上につかみはいい。皆さんどんな感じでしょうか？僕の方はかなりいい感じ。皆さんはチタニウムというのをご存知でしょうか？チタニウムはですね、まあ、英語で言ってるだけで実際日本語にするとチタンです。化学周期表第4周期4族のですね、金属元素に相当します。こいつのですね、素晴らしいところは非常に強くて、酸化されにくくて、そして鉄より軽いということです。それが今この今僕がボイスレコーダーを使っている iPhone 表面にまとわしているというのがですね、ボディ周りのですね、一番のポイントでございます。まあ言うなればですね、まあ宇宙産業、宇宙にも持っていけちゃう、宇宙にも持っていける、本当かっていけるような iPhone がついに登場したというのがですね、一つ、ポイントでございます。そして僕が購入したのは iPhone 15 Pro ナチュラルチタニウム 128GB でございます。まあこれまではですね、 iPhone 14 Pro ステンレススチール、いわゆるサスがですね、表面に加工されてたんですけども、今回はそれから変わったということです。チタニウム、ちょっと分かりづらかった最初は。でもチタン、やっぱり寒いんで部屋に戻りましょう。で、簡単に言うならば、この iPhone 軽くて強くて、そして酸化されにくい、これで宇宙にすら持っていける、そんな iPhone、まあ、今までSASでも酸化されるとかそんなことなかったんですけど、そんな感じで、チタンの特性から約 20g ぐらい前回のモデルから軽くなってます。 10% ダウンと。前回の iPhone 14 Pro が 200g だったのに対して、これはだいたい 180g。 結構長時間使ってみて、これは体感でわかるぐらい軽くなってます。マジでこれプロモデルかというぐらい差がある。 iPhone 13 とか iPhone 14 と比べると、まあ同じかややこっちの方が重たいかなっていうのはあるけど、まあ、それでもこれプロモデルですからね。それを考えたらめちゃめちゃ軽くなっています。なので持ち運びに関して言うと、すごくこう負担が減るような感じですね。で、今後出るであろう iPhone Pro シリーズ、まあ、今後3年間で16、17、18って出てくるんですけども、その都度おそらくこのボディの重量というのはどんどん上がっていくと。それを考えると、この iPhone 15 Pro っていうのは今後出続けるであろうそういったモデルに比べて一番軽い、まあ、プロモデルということになります。まあ、ですので、この軽さ、重さを重要視されている方に関して言うと、これ今はマジで買い時な iPhone ですね。ただ一方でですね、これちょっと難しくしてるのが、まあそのいわゆるガジェットオタクはですね、意外と重厚で比重のですね、高い製品が好きなので、利便性はですね、こいつ自体はすごくいいんですけど、心をくすぐるかと言われるとちょっとどうかなっていう感じはします。まあ、難しいところなんですよ。続いてボディのですね、詳細の方を見ていくと、チタニウムの影響か、ボディ背面がこうマットなシルバー、やや光沢を持つで、角はですね、ラウンドエッジのタイプになってまして、14 Pro はミラー仕上げ、15 Pro はブラッシュ仕上げということで、 Apple Watch Ultra と同じ仕上げ方がこれに入っています。これアップルのホームページで見ました。まあ、指紋がつきにくい、手にフィットする、まあ、ずっと見ていたい、ずっと触っていたい、そんなですね、 iPhone です。ただケースは必要、これ撮影用で外してるだけです。で、一応このベゼルが狭くなったという情報もあって、まあ、正直ね、パッと見はわからない。加えてこれアメリカ版なんですけど、SIM トレイがですねございません。日本版は、SIM トレイがありということで、これ長年 iPhone を使ってきた身とすると、かなり違和感のあるボディな仕上げな感じ、ボディ周りですので、今僕の喫緊の悩みは、このソフトバンクの SIM トレイ使ってたものをどのように入れ替えるかというのが今の最大の悩み。まあ、eSIM に切り替えたらいいだけなんですけど。
続いて USB Type-C の話で、 iPhone 14までは皆さんご存知の通り、ライトニングだったものが今回の iPhone 15シリーズから、全部この USB Type-C のソケットに変更されています。で、長年のですねライトニングファンからするとですね、かなり見た目にはですね違和感がある、これ見えにくいんですけど、このソケット内に接続用の端子ピンがあって、それがですね気になってもうしょうがない。とにかくこう使ってみて利便性が上がったなというのが、まあ、最大のポイントです。作業性の観点からいくと iPhone 15 Pro はですね、この転送速度が 10Gbps 出ます。一方でライトニングが 480Mbps ということで20倍今回の iPhone 15 Pro っていうのは高速化されている。ちなみに iPhone 15 無印モデルはですね、このライトニングと同じ 480Mbps。 これまたカメラの話は後からしますけど、プロレスで撮影したものと比較的やっぱりこうデータ重たいんですけど、それも撮った後に PC にこうサクサク送れる。逆にねこれまでそこがね結構しんどかったんですよね。 iPhone 13からあのプロレス入ってるんですけど、やっぱ重たい。で、注意点としてはこの MacBook Air とか MacBook シリーズのこのサンダーボルトとはまだ違って、USB Type-C 3.0 Gen 2にこう対応していると。おそらくですけど今後サンダーボルトに対応してくると思います、この iPhone も。あとはですね、この変換アダプターなしでそのまま USB-C ポーンとぶっ刺してディスプレイにですね出力ができる、 USB 以外の信号もこのケーブルに流せちゃう、いわゆるオルタネートモードですよ。詳細はですねググってください。要はですね、まあ、今回の USB Type-C に変わることによって転送速度が速い、外出時のライトニングケーブル不要、デスク周りの配線がぐちゃぐちゃしない、今ぐちゃぐちゃしてるけど、でアダプターもいらないと、まあ、かなりね使い勝手はいいということですよ。要は続いてチップの話をします。今回の iPhone 15 Pro はですね A17 バイオニックプロチップということで、これまでのナンバリングチップにプラスプロという名前をですね冠したものが搭載されています。ちなみに iPhone 15 は A16、 iPhone 14 Pro と同じ、 iPhone のプロシリーズとこの無印シリーズをまあ、大きくですねこの差別化を図ってきたような印象です。詳細な話ですけど A16 バイオニックチップ対比 CPU で 10%、 GPU で 20%、 ニューラルエンジンが2倍、そしてレイトレーシングが4倍高速になったものがこの A17 バイオニックプロチップということになります。個人的に使用してきて利点を感じた部分としては、まず GPU、 これはですね iPhone で撮影して、まあ、写真アプリ内での写真とか動画の加工処理っていうのはかなり早く感じています、まあ、特にですね動画はですね加工した際に PC に送るまでにこうエンコードをするんですけども、それがね結構重たかったのが今回の iPhone 15 Pro ですね、かなりサクサクいく感じ。あとはですねルマーフュージョンの動画編集っていうのもプロレス素材でもくっつきなくですねプレビューできる、まあ、iPhone であんまり動画編集しないんですけど、出先でちょっとやる分に関して言うとかなり使えそう。これは2点目はですねレイトレーシング、いわゆるレイトレ4倍速理論、勝手にですね言葉作ってますけど、ゲームをですねもしやるんであれば絶対にですねこの iPhone 15 Pro A17 プロチップ、これはですね買うべき、行くべきです。もちろんですねハイエンドのゲーミングスマホと比較するとちょっとねやっぱしんどい部分もあるんですけど、まあ、120Hz のこのプロモーションディスプレイ、この駆動に合わせてこのチップということで、これらと比較しても全然遜色ないレベルまでこう引き上げてきている。特に FPS とかレーシング系との相性はね抜群、まあ、あとはですねバイオハザード4とバイオハザードビレッジがですねこの iPhone 15 Pro 専用にですね移植されると、これが10月の末に来るんですけど、これ移植の内容もですねカットなしみたいですよ。現状ですねスイッチ、任天堂スイッチでもできるんですけど、それより小さい、それよりコンパクトなモバイル機でできちゃうっていうのはもう感動ですよね、まあ、ですので、まあ、他のねこの機能、カメラとか外観とか総合的に考えたらこの iPhone 15 Pro って実はかなりお買い得な製品感じがですね使ってみて思います。あと進化したところで言うとこのアクションボタン、元々はですねこれがミュートボタンだったものが実際にですねボリュームを上げるボタンのような物理式になっています。これもね結構利点となってて、元々ミュートボタンってこうガチャガチャ動かす式だったじゃないですか、オンオフを、あの隙間にねホコリがね溜まるんですよ。それがもう心配なくもう溜まるところがない、かなりスタイリッシュになった。このボタンをですね長押しすると2位に設定したアプリを立ち上げることができます。
で初期設定はですね、これまでのようなマナーモード、ミュートボタンになってるんですけども、個人的にはですね、カメラアプリの起動、ボイスメモなんかに設定をしています。まあ、究極はですね、これオリジナルのショートカット機能もここに割り振れられるんで、そこからですね、バンバン他の自分の決めたショートカット機能に飛ばせる。ボイスメモなんかはですね、急に会社の上司とかに呼ばれたら、これポケットで長押しポチッとすればそのまま録音開始なので、まあいろいろ言われても大丈夫。まあおそらくですね、今後もいろんな機能がここに割り振られると思うんですね。今はね6つぐらいなんですけど、まあちょっとね様子見感はあります。めちゃめちゃ画期的かって言われたら、まあ、便利かなぐらいなイメージ、まあ、これに関して言うと、もう少しうまく使えるように、利点を活かせるように勉強していく必要があるという感じはしています。